林くん。あ、はい、林拓也と申します。23歳。あ、23歳というと、うん、ドラフト候補に上がったのが5年ぐらい前。そうですね。一応まあドラフト候補として、はい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 、まあ、雑誌や新聞にも出た経験はあるんですよ。すごいじゃないですか。はい、ドラフトの日はどうしてたの？まあ、一応見てたんですけど、まあ、結局なかったので、うん、まあ、そこでちょっとピンと糸が切れてしまいまして。あら、そうだよね。で今20。いや、もう今何にもバイトも何にもやってない状態。ほんとフラフラして。え、家にいるの？じゃあもうずっと家に。実家？実家です。何してる？実家で何してる？え、なんか物思いにふけてこうぼーっとしてる。やっぱ忘れられないんですよ。でふと思い出して記事を引っ張り出して見たりとか。ダメだよ、23は。若者よ。そういえばでも、はい、彼女とかいるの？今はいないんですけど、うん、コンパとかとかっていうのはよく行くんです。あの、仕事もしてないのに。で、何やってんの林くん、普段23歳聞かれるじゃん。はい、なんて答える？いや、今何やってるかよりも、うん、その僕のこのさっき見せた新聞の記事をコピーしてちっちゃくしたやつを初めに渡して、うん、いや林よ、いや、そのまだ喋るか、大丈夫か。まあ大丈夫なんですけど、まあ、それさ、配るとさ、え、何何ってなるでしょ、絶対。ありますね。いや、でも元々野球好きの子だけ集めてくれって言ってる。その怪しいよ。大抵食いつきます。いや、そりゃ食いつくけどさ。いや、林って、はい、こう、あの林の男友達はさ、はい、あいつ何かにつけて高校のこと言うなとかさ、陰口とか言われてない？いや、でもどっちかっていうと僕より下のやつらとしか合コンやらないんで。お前最悪の人間だな。なんだ下のやつだってやってくれてんだろうが、おめえのためによ。野球好きの女子集めて。お前しっかりした口調の最低の男だな。すいません。下のやつらってどういうことなの？まあフリーターであったり。お前より上じゃねえか。お前働いてないの？過去はやっぱ僕ドラフト候補なんで。いや、もうその貯金ないって。僕は今働いてるやつの方が偉いって。そうですかね。自分のその記事を配ったコンパは結構その勝率は高い。あ、結構でも5割とかですね。必ずその初めのデートはもうバッティングセンター行って、うん、だからまずその快音を聞かせるわけだ。そうですね。わー、他の人と音が違うみたいなこと言って。もういやしよう。林は前に進もうとしてるんだろ。いや、でも本当に虚しくなってくる時があるんですよ、うん、自分でも。いや、だってそれは林がさ、はい、努力してさ、ね、ドラフトかかるぐらいまで行ったっていうのが野球なわけであって、はいはい、すごかったのは林なわけで、林は続いてるわけだな、今まで。そうですね。だからその野球じゃなくても、はい、一流の、はい、男にな、俺マジになっちゃったよ俺。本に書くようなこと喋っちゃった俺。、はい、そうだぞ。本日はですね、うん、林さん、新しい一歩を踏み出すために、うん、最後のフルスイングをさせてほしいそうです。じゃあその前に、高校野球時代一番印象に残ってる打席っていうのはどういう打席だったの？そうですね、うん、やっぱり高校3年生の最後の夏の大会で、うんうん、まあ負けちゃったんですけど、うん、あと、まあ、2、3人で僕の打席だったんですよね、うん、最後の時、うんうんうん、ちょっとその試合に悔いがあるんで。あ、回ってこなかった。何点差だったのその試合？その時、うん、その時点では8点差ぐらい。いや、回ってきたところでだよ。いや、もう最後の試合だったんで。うん、だって林が満塁ホームラン打っても勝てねえんだから。そうです。ちなみにこのバットはずっと使ってきたものだそうですよ。これ、そうなんですよ。もう練習から試合から何までこのバットだったんで、うん、はい、もうここに最後置いていく意気込みでやりたいと思います。置いていく覚悟なのか、お前。いいのか。もうこれある程度思い出しちゃうんで。じゃあその、はい、なるべくその見切れないところに置いとくけどいい？あ、それを、あ、はい。だって見たらさ、林はこのまま見たらさ、はい、ずっと我々の後ろにあったらずっとそれで思い出したでしょ。あ、はい、大丈夫です。うん、はい、じゃあ真ん中で、はい、真ん中センターで向こうがさ、マウンドですよ。じゃあよろしくお願いします。うん、最後な23ね。うん、みんな林見てますよ。打った後すぐこっち見られてもさ、すいません。